長期移住制度を利用した JICA 海外協力隊活動について国際農業開発学専攻マスター2年の出沼大輔が発表します。まず自己紹介したいと思うんですけど、私はブラジルで生まれて千葉県で育ちました。千葉県の農業高校を卒業した後は東京農大の宮古島にある農場宮古亜熱帯農場技術練習生として1年間農場で働いていました。でその後短期大学部、今はもうない短期大学部に入学して、で3年生の時に編入という形で今の国際農業開発学科に編入しました。今は大学院に進んでマスター2年熱帯園芸学研究室に所属していて、JICA 海外協力隊、その協力隊として来年の1月まで、派遣予定だったんですけど、コロナウイルスの影響で今年の3月に、緊急帰国になってしまって、今は待機中という身分です。で農大での5年間で、5年間としているのは練習生の1年間も、含めているからです。練習生の時はその大学では学べないような、その練習生はそもそもその親元を離れて1年間実習をしてるんですけど、朝早くから夕方まで農作業をみっちりやって、農業を学ぶところなので、そこでみっちり鍛えていました。で大学入ってからはその大学の授業でいう専門用語だったり、これどういう作業なんだろうっていうのもスラスラ分かるように、その想像しやすい、大学入ってからその想像しやすく練習生やってよかったなって思います。で大学では、大学のその4年間では主に実習をメインで、もちろんその大学の授業もありますけど、実習メインでやりました。例えば、栃木県のいちご農家だったり、沖縄のゴーヤ農家だったり、メロンやってるところだったり、いろんなところに実習に行っていろんな技術を、身につけました。協力隊に備えて。で僕の行ってたドミニカ共和国ってどんなところ、あんまりドミニカ共和国知ってる人少ないと思うんですけど、ドミニカ共和国は中南米のカリブ海に浮かぶ、島国です。イスパニョラ島という島の島国です。カリブ海なので、この写真は私の認知から、歩いて行けるところなんですけど、すごく海が綺麗で、そう、これは私の認知の、その私の認知はこの写真の反対側は海なんですよ。この前の、なんていうの、前は海で後ろは山っていう風になってて、ほとんどこの牧草地ですけど、すごい自然豊かな認知でした。この写真は、私の認知から車で10分ぐらい離れているところなんですけど、米どころ、ドミニカ共和国の米どころ、日本でいう、新潟みたいなところで、見ても分かる通り、なんか日本を思い出すような風景で、とてもお気に入りでした。これはドミニカ共和国の首都なんですけど、首都はすごいモールとかいろんなのがあって、栄えています。あまりね、途上国とは思えない中心国のような感じになっています。ドミニカ共和国では何を食べるの、これは、ドミニカ共和国のソウルフードです。だいたいお昼に食べる定食みたいなもので、一皿に4品目載せます。肉類、米類、豆類、サラダ。でこのお肉も、僕はこれ豚肉なんですけど、牛とか鶏とか、羊とか。で豆もこれ赤い豆ですけど、黒い豆だったり白い豆だったり、木豆っていう別のインゲン豆じゃない別の種類の豆を使って煮込んだり、で白米、これは白米ですけど、炊き込みご飯みたいなのだったり、チャーハンみたいなのだったり、赤飯みたいなのだったり、
あります。とてもね、これ一皿で200円ぐらい、日本円で200円ぐらい、すごい安くてしょっちゅう食べてました。これドミニカの、まあ、これ2番目かな、夜とかにも食べる、これサンコチョっていう、まあ、スープですね。野菜とかが入ったこのスープは、日本のカレースープの元になった、食べ物です。他の日本人の隊員がそのこれを好き、僕もこれ好き、レモンライムを絞って食べるんですけど、とても美味しいスープです。まあ、カレーの味は全然しないんですけどね。これは、ドミニカ共和国の人たちがイースターの時に食べる、食べ物です。これは赤いんげん豆を茹でて、で砂糖とか入れて牛乳入れてやった、日本でいうぜんざいみたいなものです。で浮いてるのはこれなんかビスケットで、その黒い粒はレーズンです。シナモンとかで味付けされててすごい美味しいです。私の認知は海が近かったので、伊勢海老とかこの魚とかを安く、食べれました。魚は基本的に生で食べる文化はないので、ほとんどこのフライにされちゃいます。6月のマンゴー祭り、ドミニカ共和国は、バニというところで6月にマンゴー祭りっていうのがあります。このマンゴーもこの山積みになってるんですけど、いろんな種類が売ってます。だいたい1袋いっぱいで60円ぐらい、まあ、品種にもよるんですけど、一番安いのでそれぐらいです。でこれはそのバニのなんかメインイベントであるそのマンゴーの試食会、見ても分かる通りマンゴーの中身の色も違うし、マンゴーの大きさも違うし、でこの中でみんなこの味見をして、あどの品種が私好きだわ好みだわっていうので、買っていってました。私のこれ買ったマンゴーなんですけど、この通りね、色もね、大きさも形も全部違うマンゴーなんで、とっても、ね、どれも美味しかったです。ドミニカ共和国でしか取れない宝石ラリマール、これドミニカ共和国でしか取れないんです。これこの青い石に白いこの模様が入るんですけど、ドミニカの海のような石で、すごい観光客には人気です。僕も買いました、いくつか。先輩はドミニカ共和国で何してたの？これ私のやってたことは、大きく分けて5つあります。1つ目は女性たちの働く場所と栄養改善のための家庭菜園普及活動で、2つ目が小学校4年生を対象にした菜園授業、3つ目がパッションフルーツ、パパイヤ、パイナップル農家への栽培技術の指導、4つ目が他の隊員の活動先や家で家庭菜園用の菜園作り、5つ目が、早朝に海岸や街中のゴミ拾い活動で、それの活動以外にその自分の趣味として、いろんなそのマンゴーだったりアボカドだったり、あとはなんだろう、ドミニカでしかないフルーツなんですけどの、品種を集めたりしてました。でその中でも、じゃ小学校の菜園での授業、小学校での菜園授業について、詳しくちょっとやっていきます。これは、まずそのみんなで菜園何するの、何が育てたいのとか、そういうのをみんなでまず話し合います。どういうことをやるのか、1年間の計画ですね。その後みんなで畑に出て、この向こうはクワとかがないんで、スコップとツルハシを使って耕します。基本的に子供たちは長靴を持ってないので、みんな靴でやって、で靴が汚れて嫌だっていう人はみんな裸足で、一人が裸足になるとみんな裸足になっちゃうんですけど、でこんな感じで畑を耕していきます。後ろで遊んでる人たちもいますけど、で作ったこの時に畝まで
みんなでこの最初に堆肥をまいて畝を作って、あ、全部一回こう耕して、で畝を作ります。で畝を作った後、苗を近くの有機栽培してる農家からもらってきて、でこうやって畑に植えます。これ女の子たち、これはなんだ、チンゲン菜ですね。チンゲン菜の草むしで、手前、真ん中の畝がチンゲン菜で、奥がロメインレタス、手前がラディッシュになってます。これは、有機農薬作りの様子なんですけど、これニームっていう木で、この葉っぱから、抽出した液がその虫を寄せ付けない効果があるので、これを、乾燥させて水で湯がいてお茶みたいに出したものを霧吹きでかけるようにしていました。これは収穫祭の朝の様子なんですけど、こうやってレタスとか、オクラとかキュウリとかもあるんですけど、こうやって収穫して、収穫したものを、先生とか、呼んでいたその保護者とかに売って、でその売って得たお金はまた来年のこの菜園授業、この上につける遮光ネットっていうんですけど、太陽を遮るネットだったり、そういうものを買うために使ってました。これもそれはその後収穫したものを売ってるところ様子です。僕は長期収制度を利用してその協力隊活動を行っていたんですけど、この専攻から卒業までの流れについてちょっと簡単にまとめてみました。まずこれ、ね、年はこれ今の1年生が4年生になった時の話です。で学部の4年生に進級した後、協力隊の秋募集に応募します。これは秋募集じゃないと、その秋募集、協力隊って春募集と秋募集ってあるんですけど、秋募集じゃないとその大学院の授業に支障が出てしまうので、秋募集で募集します、応募します。でその後一次試験が書類であるんですけど、その試験に合格して、で二次試験、面接があります。2回人物を見る面接と自分の持っているその技術の面接、2回やって、それで合格をもらいます。で大学院の試験があって、大学院の試験でも合格します。これを2つ、この協力隊の試験と大学院の試験を合格することが、長期履修制度を使える、なんて言うんだろう、長期履修制度を使えるその最低限のその試練です。その後学部卒業した後、大学院に入学して、大学院の前期の授業は、普通通り受けます。で後期になってくると、だいたい後期、秋募集、その後期の、僕は10月頃にその9月の後半、あ、じゃあ10月の3日から、この派遣前訓練っていうのがあったんですけど、その訓練の1ヶ月ぐらい前から、事前学習っていうので、スペイン語をちょっと練習したり、僕はスペイン語圏だったのでスペイン語の学習、こういうの基礎的なものを、なんかそのクラス分けで使うテストみたいなもののための勉強っていうのは教材が届いて、それで勉強します。その後派遣前訓練が70日間あって、それが終わった後、だいたいみんな1ヶ月2ヶ月ぐらいの間で任国へ派遣されます。で派遣されて、派遣終了した後、僕はこの来年の1月に帰ってくる予定だったんで、来年の1月に帰ってきた後、4月から大学院に復帰して、でそこから1年間、論文を書いたり、そのドミニカでやってきたことをまとめたりして、その翌年の3月に卒業するという感じです。で長期履修制度のメリットは4つあります。1つ目は、長期履修制度を使って大学院と協力隊へ行くと、人生の時間が節約できる。これは先ほど、柴田先生からもあったんですけど、どうしてもその長期制度を使わないで協力隊と大学院行こうってなると最低でも5年はかかるんです。その待機している期間だったり、その、ね、大学院の授業の期間だったり、そういうのがあるんで、この
長期移住制度を利用していればセットでいけるので、例えば、僕みたいにこの緊急帰国になっても、みんなこの就職に困ってる人たちがいる中で、僕は大学院に復帰すれば、あの別にその他に何て言うんだろう、居場所に困らないっていうか、居場所はあるっていうかっていう感じです。で、2つ目が協力隊から帰ってきた後に就活に困らない。協力隊から帰ってきた後、1年間その大学院でのその期間があるので、普通にみんなと同じように就活ができるということです。で、大学院でかかるお金が協力隊でもらえるお金でチャラ。協力隊では給料というあれでお金は出ないんですけど、だいたいその、現地生活費とか、いろんなお金が出るんですね。そのお金で、そのお金を無駄遣いしないで貯めておけば、大学院でかかるお金を、支払うことができます。で、この最後の4つ目はこの緊急帰国になっても居場所、さっき最初に言ったやつです。で、これ皆さんへメッセージなんですけど、僕が思うにその夢を持とう、夢があればその夢に向かって、歩くことができるので、自分がね、その人生を。だから僕は協力隊になりたいって言って、協力隊の後はその協力隊に行った国でその国を発展させるような仕事に就きたいっていうふうな夢を持ってたので、それをずっと真に生きてきたので、まずみんな皆さん夢を持ちましょう。で、2つ目、趣味や特技を持とう。まあ、こういうの、趣味や特技を持ってると、例えば特技だったりしたら、海外へ行った時に友達を作りやすくなったりします。なので、特技とか趣味を持ってて、そういうのをなんか披露できるようなものを持ってたらいいと思います。3つ目、英語を自分のものにしよう。僕も全然英語できないんですけど、やっぱ英語が使えたら便利だったなっていうふうに思うので、やっぱ皆さん大学1年生とか大学入る前から英語を勉強して、でそれを自分のものにできてれば、もうちょっと楽しめたかなっていう部分は自分もあったので、皆さんそういうのを、英語を自分のものにしてください。以上です。ご清聴ありがとうございます。